お疲れさん。
こっちだ。プロンプト。何？了解。グラディオ。え。わかったぜ。ノクト、油断するなよ。ああ。そっちは任せたぞ。こっちに来い。ほら来いよ。こっちだ。行くぞ。任せろ。ほら。はい。フロント行くよ。息合ってる。あうんの呼吸ってやつか。うまくいったな。寝てる暇はないぞ。でけえな。動物ってわけじゃねえな。俺たち勝てんの？油断すれば一発でやられるぞ。
急げ。倒した。ああ、みんな無事か。これで修理代もなんとかなる。あ、胸張って支払え。本気で涙でさ。じゃ、シドニーのとこへ向かおうぜ。ベヒーモスの角は高値で売れる。修理費用をしっかり賄えるだろう。行こうぜ。チョコボに会える。はいはい。ノクト、これはどうだ。興味がある。なんだ。休んでおいた方がいいぞ。休むか。あ、行くぞ。行こうぜ。囲まれたらヤバそうだね。泣き言言うなよ。俺だってやるときはやるよ。
金に変えようよ。ベヒーモスの角。うん。お疲れさん。ゆっくり休んでってくれよ。ありがとうな。やっと車が戻ってくる。この金で豪遊すんのもあり、ね、やめておけ。修理台、準備できたの？ああ、なんとかな。遅くなってごめん。大丈夫、大丈夫。毎度どうも。金額は変わりないか？うん、あの額でいいよ。じゃあ、あとは待ちに待ったこの子の納車だね。この通り準備できてるよ。修理は無事に終了。もうどこも悪いところはないはず。感謝する。細かいところも整備しといたよ。費用上乗せしたいとこだけど、この辺はおまけ。本当嬉しいな。いいえ、今後ともハンマーヘッドをよろしく。もちろん他の店には行けねえさ。頼むよ。乗ってみて。ああ。生き返ってる。もし何かあったら連絡を。次は修理じゃなくな。うん、いいよ。うちの工場ならもっといろいろやれる。性能に不満感じたらいつでもおいで。電話で相談もあり。いいよ、じいじも退屈してるから喜ぶ。今度はシドに手土産を持って伺うか。だな。じゃあ行くわ。ありがとな、シドニー。うん、行ってらっしゃい。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。
昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。王都を守る障壁が崩壊、帝国軍は王都城周辺を爆撃。おい、待てよ。両国間で行われていた停戦協定については、今回の事件を受け、当面の凍結が発表されました。また、亡くなられたレギス国王陛下に続き、ノクティス王子、そしてテネブライのフルーレ家令嬢、ルナフリーナ様の死亡が新たに確認されています。いいか、途中で投げ出すことは許されない。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として常に胸を張れ。